音楽音響デザインコースの山下孝介です。音楽を作るということは、作曲をするということにもはや限りません。近年ではパソコンを使った音楽制作が求められています。それは作曲をする、編曲をする、スコアを書くといったようなことはもちろん、音楽をプログラミングする、録音をする、 そして編集をするといったようなことも含まれます。また、作った作品を配信するといったようなことも個人で可能な時代になりました。そういった時代に即した音楽制作に関わるすべてを勉強できるのがこのコースの特徴です。音楽を取り巻く環境は日々変化していきますが、それに合わせたカリキュラム、 そして先生方また大学の設備が整っていますあとは皆さん一人一人の思いがあればこそだと思います是非このコースで勉強してこれからの時代をリードする音楽家を目指していただきたいと思います